主よ、いつか我々の声に応じてくださると信じておりました。そのような麗しいお姿でいるには何か理由があるのでしょう。人類をどうかよろしくお願いしますね。シュブニグラス様。この言葉が、アオメちゃん、あなた自身に向けられていると理解したあなたは、すべてを思い出します。豊穣の神という立場に飽き、眷属たちの崇拝も煩わしかったあなたは、三千と輝く星のほとんどを訪れ、それでも退屈は一向に満たされなかった。地球を最後にしよう。あまたの神々が訪れるのだから、きっと素敵な場所なのだろう。そして、この星は私の期待を裏切らなかった。醜く愛おしい人間が、下等生物が、緑あふれる美しい星を私は気に入った。しかし、地球は滅びてしまった。私を崇拝する下々の神たちによって。凄まじい喪失感と絶望だった。もうこの世界に私を満たすものはない。万物の父、アザトースを起こして世界を終わらせよう。だが、思いとどまった。今日は何かが起こるかもしれない。期待してしまうのだから仕方がない。終わらせるのは明日にしよう。しかし結局、明日になればまた願ってしまうのだ。今日こそは最高の日になるはずだ。自身が千の子を見し、豊穣の黒ヤギ、シブニグラスであると自覚した、アオメちゃん、あなたにとって、自分の正体すら忘れさせたこの、と、コミちゃんと過ごしたこの時間は、つったのでしょうか。これから、この世界に、アオメちゃんが、飽きるか飽きないかの判定として、自身のパウとイントの対抗判定を行っていただきます。真実を直視した今、数万年という歳月を迎えても、精神を保っていられるのか、または気づきすぎてしまった現実に絶望してしまうのかという判定です。これは、何で振ればいいの？少々お待ちください。はい。精神とイントが、パウが、10、イント15か、高いな。高いのよ。35%。しかし、ここであなたたちの思い出を少したどりましょう。はい。そうですね。これで失敗すれば、すべてがあなたの範疇し、アオメちゃんは興味を失ってしまうことでしょう。ごめん、成功すれば。もう一回読んでもらっていい？はい、ちょっと途切れ途切れになってる。あ、オッケーです、うん。失敗してしまえば、アオメちゃん、すべてがあなたの範疇である世界に絶望し、興味を失ってしまうことでしょう。そして成功すれば、ココミちゃんという存在の大きさのおかげもあり、あなたの他のような願いは依然として心の中から失われることはないだろう。さらに衝撃を受けているアオメちゃんに対し、何が起きているかわからないココミちゃんは、ただアオメちゃんを心配そうに眺めることしかできません。それでですね、アオメちゃん、あなたにはここまでココミちゃんと培ってきた思い出があります。ココミちゃんと触れ合った、もしくはかばう、何がしかの体の接触があった場合は、うん、こちらのパウとイントの対抗ロールにプラス補正をつけることができます。ここはプレイヤー会議で大丈夫です。思い出してみましょう。はい。なんだろうな。
私は覚えてないけど、なんか夜がそうね、ちょっと私がパッと思いつくのは、そのもちろん夜にキュンとした、はい、そうですね、ことですね。あなたたちは、そうです、あおみちゃんはここみちゃんにキュンとしたので、プラス補正 20% をお付けいたしましょう。はい、いうことは 55?、うん、かな、約2分1。他にも何かあればつけることができます。あなたたちの思い出を振り返ってみましょう。はい、そうね、おみちゃんは私が守るって結構かばってたけどね。なんだろう、うーん、え、違う、私が青目ちゃんを守るって言ったんだっけ。一回青目ちゃんがポッて、あー覚えてた、そうだ、ね、うん、いや、あれはケーキ入刀だからね。あ、そうだ、あれはケーキ入刀だ、うん、そうだ、そうですね、ケーキ入刀は入らないかな、うん、そうか、というよりはその、名前、ね、ルリムシャイコースから逃げるときに、かばって、そのまま落ちたりとか。あれ、かばったんだっけ、結局、ここみちゃんが踏み台にしようとした。あ、そっか。踏み台にしようとしていた、私は。だからちょっと入らないかな。それは入らないか。そうね。触れ合った思い出オンリー？そうですね。かばう、分け合う、助けるなどの動作をした場合は、判定にプラス1をしましょう。分け合う。分け合う。呪文の継承。呪文を分け合う。それは入らないかな。そうだよね。なんだっけ、どこだっけ。私が成功してて、ここみちゃんが失敗してて、私がかばって私が傷を受けたよね。いいですね、うん。では、1ポイントを付与しましょう。うんうんうん。あれは触れ合ったに入らないのかな？入らないか。どれが？私がここの、一番最初の街に来た時に、目星振って成功して、うん、あ、で、私が失敗して、致命的心配して、一緒にこけた。一緒に転んでるね。一緒に転んで、ま。助けてないから、ダメかに。いい思い出ではないですね。そっか。いい思い出だったら、やっぱり、めいめいの上で2週間かけて旅した時に、うん、いっぱいいろんなことを語って、うん、私の世界のこととか教えて、あとは、たこ焼き食べさせてあげるねとか、甘いもの食べさせてあげるねって言ったのは、うん、いい思い出かなって思う。うん、まあでも助けたりかばったりっていうことではないから入らないかな。そっか。現世で作れないんだもん。助けてるのはでもここのシーンぐらいなんじゃないかなと思うんだけどな。はい。では、うん、もう一つ追加しましょう。はい。ココミちゃん、あなたは、APP×5 を振って成功したら、判定にプラス30を追加します。私、APP 今いくつなんだっけ？あ、APP×5 も作ってあるよ。チャットパレットをご覧ください。え？ショックロールの上かな？ショックロールの上。うん。あ、あったあったあった。頑張れ。うわ！うん！素晴らしい。では、今、86% の確率で成功します。はい。振りますか？振りましょうか。他にないですよね。はい。では、CCB86 で振ってみましょう。頑張れ！成功した。素晴らしい。よくやった。では、青目は、ココミのことを、あしからず思っている。ゴーツウッドのあの洞窟で、この人間と出会ってから、退屈しなかった。この人間と入れるのなら、
まだ最高の日を願っていられる。青目は自身の記憶をたどるでしょう。数万年前のツットの出来事を思い出す。眷属たちに招来されたあなたは、毎度転がっている生贄を掴んだ。取り込んでもよかったのだが、気まぐれに生かしてみたのだ。病に侵されているようで、今にも死んでしまいそうだったから。生物の異常活性化を促すこと、自身の母乳を出せ、眷属に作り変えて延命させた。母乳の効果の負荷に耐えられず、一時的に仮死状態になってしまったが、私が呼びかければ起きる。眷属とはそういうもの。適当な時に起こしてやろう。そうだった。赤金ここみはあの時の人間だ。青目は自分の中でほとばしる衝撃を抑えつつ、どう考え何を口にするのか。ここみは状況はわからないが、急に固まってしまった青目を見て何を思い、どう声をかけるの。ロールプレイをどうぞ。青目ちゃん、もしもし。私全部思い出した。ああ、思い出したって、自分の名前とかどのぐらい生きてたとかそういうこと？うん、私人間じゃなかったみたい。まあ確かにすぐに回復しちゃうもんね、うん、私も今そうだけど。私はさっきそよぐさんが言ってた通り、神様だったみたいなんだよね。神様？うん、そよぐさんが信仰してた神様って私のことだったみたい。そうだったの？うん、私もさっきまで忘れてたんだけどね。そっか、神様なら確かに死ぬことはないし。そうだね、すごいね。すごいって言ったらココミちゃんもすごいんじゃないかな。でもなんで私は神様じゃないのに生き返る体になったんだろう。それは私があなたに、なんだろう、まあ命を与えたじゃないけど、あなたは私の眷属になったみたいだね。眷属ってあの神様のしもべみたいなあれ？うん、私の母乳をあなたに飲ませて、あなたが一回死にかけてたと思うんだけど。うん、それも私が生き返らせたって言えばいいのかな。難しいけど、まあなんかめっちゃ血縁関係にあるみたいな。じゃあ私があの洞窟で目が覚める前に飲ませてくれたってこと？そうだったみたいだね。
そうなんだ。うん。それって覚えてないぐらい前のことなの？そうね、数万年ぐらい前かな。そっか。だからそう、まだ人間、本当に普通に人間だった頃に私とあなたは出会って、あなたは苦しんでた。そう、なんか病気で苦しんでて、いつ死ぬかわからないっていう状態だったあなたに、私が生かす力を与えたっていう感じだったと思う。そっか。じゃあこれは別の世界とかそういうのじゃなくて、すごく遠い未来の話だったんだね。うん、ありがとう。神様って呼んだ方がいいのかな？うん、青目ちゃんでいいよ。そっか、青目ちゃん、私の命を救ってくれてありがとう。どういたしまして。私はココミちゃんがいてくれたから、この世界がまた楽しいものだなって思えたよ。うん、さっきのを倒してこの世界はどうなっていくんだろうね。今のままだとあんまり何も変わらないかもしれないけど、そうだね、神殿にいるサニズさんのところに行って、この世界を一緒に何とかしてもらうのがいいかもね。うん、聞いてみたいね。うん、何とかできるかな。あの人に何とかできなくても。石化解除の直後の腰に響くな。ここにいたのか、人間たち。今着いたぞ。今ね。今着いた。今だよ。何も聞いておらん。あ、とにかく助かったよ、人間たち。僕が石化を破れたということを方のったんだろう。よくやった、人間よ。人間、か？ま、細かいことはいいや。ま、僕がいれば、残りの奴らを追い出すなり封印する。あとは任せるがいいさ。お願いします。アメちゃん、アメちゃん。うん、どうしたの？本当に信用できるの？軽いよ。うん、だいぶ軽いね。軽いとか言うなよ。あ、聞こえてた。全部聞こえてるんだろうな。あ、ただなんだろう。そうですね、青梅ちゃんはわかることでしょう、うん、軽薄で非常にうさんくさい調子だが、谷戸の実力があれば確かに可能であることを青梅ちゃんは理解するでしょう。うん、大丈夫だよ。なんか軽いけど実力は確かだし。青梅ちゃんが言うならそうなんだろうね。分かった。なんで僕の言うこと信じてくれないんだこいつら。だって、はい、ねえ。うん、そのサニドの姿は一見してクトゥルフにそっくりだが、死体は星のように輝き、ダイヤモンドを散りばめたかのように飾られている。その目は溶けた金のように輝く、慈愛に満ちた金色であることが見て取れる。気さくな感じもするが、腐っても旧支配者を打ち滅ぼす旧神の特徴である。サニドを目撃したココちゃん、残念ながら産地チェックです。私は正気を失うのかもしれない。お、はい。しかもですね、求心の印を持っているので産地1減少しましょう、うん、はいはい。ではそして谷田は去り際にあなたたちを一別し、疑問と激励らしきセリフを
僕にはあんまり関係ないんだけど。人類滅んじゃったね。これからどうすんの？もし何かやれることがあるなら、心残りがないように全部やっておいた方がいいぞ。じゃなーん。はい、ではですね、シブニグラスであることを自覚した青目に産地の概念はありません。また人間の姿であってもパウと MP は本来のものになり、パウが70、同時に MP も最大で70になる。なるほど。70か。はい、ではですね、少々お待ちください。こちらを踏まえてあなたたちはこれから選択をしなければな。はい、そうですね、じゃあ教えちゃいましょう、うん、まず青目ちゃん、あなたは地球を再生させるかどうか、そしてココミちゃん、あなたは寝るのか寝ないのか、そして最後に青目ちゃんの記憶保持をどうするのかといったことをこれから決めなければなります。記憶保持、なるほど。青目ちゃんが地球を去るか去らないか、再生させるか再生させないか。そうです、再生させるかしないか。あー、再生っていうのは私聞いちゃあれか。そうですね、じゃあ、うん、解禁しましょう。少々お待ちよ。ごめん、すっげえ大事なとこだけどトイレ行ってもいいかな。いいよ。じゃあその間にいろいろやっときます。あ、水浴について、記憶について、正体について。はい、3点。うん、シュブニグラス、普通にもうプレイヤー会議で大丈夫ですよ、うん、あ、OK ですか。はい、じゃあ、まあ、その私は、まあ、思い出した、青目ちゃんが思い出したことをさっき聞いたんで、うん、なんだっけ、まあ、青目ちゃんの父親なんで私は眷属になって、で眷属の説明も受けたってことでいいですか。はい、いいですよ、うん、じゃあ眷属はなんかトントンと、まあ、揺り起こすなりなんなりしたら起きるっていうのを知ってるっていう、知ってます。はい、はい、いいんですよ、うんうん、っていうことは私は寝たらもう起こしてもらわない限り起きられないんだ多分。うん、うん、どうしよっかな。そうですね、あなたがそういう感じで寝るのであれば、あ、うん、じゃあこれも教えちゃいましょう。というか記憶保持できなくね、覚えてないもんね。ほいしょ。では2番目のところにいろいろしました。あ、ありがとうございます。あ、これ編集できるんですね。はい、そうです。2番目、今寝るのか寝ないのかの下にバーッと選択肢を増やしました。うんうん、じゃあまあいいでしょう、全部教えてあげます。ありがとう、ありがとうございます。ああ、そういうことか。ガタノスワの石化は、はい、ガタノスワの目は死してなおその目に石化の力を宿しており、その目をもう一度見ることで石化すれば何万年後か生きているかもしれない。
私は多分不死な不老なんだよな、何万年も前から眷属になってるし、うん、はい。しかしですね、うん、ココミちゃんはお腹が空いてしまいます。お腹や喉が渇きます。そのたんびにあの泉の水を口にしなければなります。ああ、この世界には今現在ココミちゃんが食べられるであろう食べ物や食料、水などは存在しません。うんうん、あの生命の泉を口にするたびちょっと異形になっていってる、はい、ちゃうってことだよね。そうです。だからココミちゃんとしての意識を保てるかどうかもわからないっていうことだ。あれはどうなんだろう、精神まで支配されるものなのかな。サンチェックは入りそうだけど、うん、姿形は変わっちゃう、うん、うん、不老不死は地球を再生させるかどうか、ちょっとネタバレ出ちゃってるけど、まあ、いっか。ね、銀の光線で直せるよ。うん。ああ。なるほど。なるほど。銀の光線で直したら、はい、人間に戻すことができます。なるほど。人間に戻ってコールドスリープ装置に入って、でもこれはあれなんだよね、あくまで再生させるだから過去に戻るわけじゃないんだもんね、うん、はい、うん、何万年の時をまたコールドスリープの中で過ごして地球が元に戻ったら起こしてもらうみたいな感じです。ああ、そしてもしも青美ちゃんが地球を戻すのであれば、あなたは10年かけて引力と火炎を習得し、使用すれば惑星配列の修正、彗星 GJ1214B からの論文から発見した生命の根源を含んだ海に相当する水分の確保と太陽の再活性が叶い、地球を再生することができるでしょう、うん、いずれもシュブニグラスの魔力を持ってすれば途方もなく長い時間がかかりますが、不可能ではありません。うん。うん。任せるよ、青梅ちゃんに。青梅ちゃんがどうするかで、私も、どうするか決めるかな。じゃあ最後の、記憶保持についてもご説明いたしましょう。うん。うん、数万年の月日は想像を絶する時間であることは言うまでもないだろう。一度その月日を生きていく上で自身を見失った経験から、青梅ちゃんは地球が再生するまでなどといった途方もない期間を徐々に色あせていく思い出だけで乗り越えるのは神であっても無謀だと容易に想像できます、うん、少なくともいずれココミのことを忘れ漠然とした使命感のみが残ってしまうことだ。これは鋭敏な二人での継続的な記憶保持が解決策となりますが、それが使用可能なのは眷属として物理的に接触できる今の状態のみです。以上を踏まえたあなたたちは何を選択しますか。眷属として物理的に接触できる、人間に戻した後はダメ、はい、今はジュブニグラスの眷属になっているので、あなたたちは親族にも近しい存在になっています。鋭敏の呪文を一度見、こちらの鋭敏な二人の呪文は、血縁のような生物学的に近い存在二人で行う必要があります。あー、覚えてないんだよね。はい、いや覚えてますよ、あなたは。いや違う違う、あのココミちゃんがね。ああ、あれでも自分にも使えるんじゃなかったっけ、あれは。ただしこれを使う場合は眷属として近しい存在である必要と
呪文の儀式には物理的接触がないと完遂することができます。え、どういうこと？つまりコールドスリープで一度中に入れてしまった場合は、うん、記憶を取り戻すことができないということ。なるほど。つまり自分にはかけられるから、アオメちゃんは覚えてるけど私にかけてもらったとしても私は忘れちゃうと。いや、これに入ったら逆ですね。アオメちゃんが忘れてしまいます。コミ、うん、ちゃんのこと。コールドスリープは、あなたはコールドスリープになるんであれば、まあ、記憶保持とかは必要ないです。そのまま寝るだけなので。ああ、なるほど。寝て起きたらもう、はい、ハッパーみたいな。そうです。数万年が経ってるみたいな状態になって、ココミちゃんは記憶はそんなに関係ない。あ、なるほど。青梅ちゃんの不老不死の記憶をどうしましょうか。うん、あなたは数万年これから地球を再生するのであれば、数万年かけてまた地球を練り歩かなければなり、地球は再生したいけどな、私は。うん、青梅ちゃんに任せるよ。うん、もう辺にしまっとこう。やっぱり地球には人類がいてこそ成り立つというか、ちゃんと緑や太陽とかあの生命力があってこそこの地球には意味があるものだと思うから、私は再生したいでしょう。では残り2つを押しましょうか。もし再生させるのだとしたら、うん、そうね、ちゃん、あなたが寝るのか寝ないのか。ただこれ私がこのこれ人間に戻しても私10秒になることは多分変わらないんだよな。あ、いや、治ります、戻りますよ。わあ、治る。なるほど。ただ人間に戻ったらもう多分ね、私とはもう会うことはないでしょう。うん、よし、決めた。寝ない。お、寝ない。寝ないでいいですか？寝ないで、これはあなたが今抑えられて程度で途切れちゃった。あら、あなたがおそらく空腹を感じないでいられる時間およそ1週間程度でしょう。そうだ、私空腹感じるんだ。はい、あなたは不老不死ではないので、あなたには生きていくための糧が必要です。そうだ、それまでの期間でも良くて歩いていくのであればどうぞ。私お腹空いちゃったから、これあのかこの仮死状態にした後っていうのはもうそれはあの仮死状態だから空腹とかはないで、今の状態のまんまっていう風になるんだよね。はい、そうです。うんうんうん。でこの仮死状態で、まあ、起きた後って記憶はやっぱ前みたいに忘れちゃってる感じ？いえ、ココミちゃんは特にそういうのはありません。うん、ああ、なるほど。ココミちゃんに関しては記憶は全然平気です。うん、OK です。失うのは、どちらかというと、青梅ちゃんの方でしょう。ちょっと待ってね。でも私が仮に仮死状態になったとしても、
定期的に見に来ないと忘れちゃうんだよね、アオメちゃんは。多分。はい。ゴールドスリープに入っても、私があっちで仮死状態になってても同じなんだよね。記憶保持しなければ、そうなるんじゃないかな。うん、だよね。うん。そうだね。私は、アオメちゃんが助けてくれたわけだから、アオメちゃんが決めていいよ。え？あ、寝るか寝ないかを？人間に戻ってコールドスリープ装置に入るか、仮死状態になるか、うん、かな？アオメちゃんがどっちにしてほしいかかな。まあ一応ガタノスワで石化するっていうのは、それは幸せ？それは溶けることってあるの？どうしますか？神のわがままを言っていいんだったら、うん、また仮死状態にしておきたいかなと思うけど、そのコールドスリープとかって言ってまた、まあ、もし記憶を保持した状態でそのココミちゃんが人間に戻ってコールドスリープっていうのが、欲張りセットは多分できないはず。はい。なんですよね。私ちょっと悩んでる間に、芸術って初期値芸術って初期値いくつなんでしたっけ？少々お待ちよ。でもな、芸術だと、ちょっと待って、私なんか持ってない？私なんか持ってない。芸術初期値5です。あ、なんかないかな。なんかそういう系何一つ取ってないからな。何がしたかったんだろう。あの、髪の毛私長いから、髪の毛を切って編んでミサンガにしたいなって。ああ、なるほど。でも私芸術ミサンガって撮ってないから。普通撮らないと思うけど。私の画像ではできなかったけど、一応ヘルメットとか持ってていいですよ。ああ、消防士の。私の元の姿、ヘルメットは、あ、そっか、ヘルメット持っててもな、どうしよっか。なんかできないかな。まあ、あとなんかその消防士のグローブ的なものとかは身につけててもいいです。消防士。なんか消防士の装備って何かあるかな。まあ持ってるのはそのぐらいですね。質問なんだけど。はい、どうぞ。これは行う順番としてはどういう順番になるの？まず、コミちゃんを寝かせるのであれば寝かしに、その後あなたは地球を再生しに行きます。記憶保持のやつは順番的にはどこでやるの？そうですね、
地球を再生している中で記憶がなくなりそうになったら、もし記憶を取り戻すんであれば、ココミちゃんを見に行って、ギリギリのところで思い出す。そんな感じです。なるほど。ああ、だから、あれか、コールドスリープに入れちゃったら、もう、使えないんだ。はい。あなたはただ使命感だけが残って、地球を再生していくことでしょう。うん。神だからそれも仕方ないのかな。もともとは人間だしな、ココミちゃん、ね、人間に戻してあげるか、記憶、自分の記憶を取って一緒に記憶を持ったまま次の世界に生きてもらうか。人ではない異形として生きてもらうか、どちらかですね。選べねえ。ココミちゃんどう生きたいんだろうな。本音はどうなんだろう。いいですよ、ロールプレイしてくれ、うん、私がわがままを言うんだったら、その異形のまま私と一緒に次の世界を生きていってほしいなって思うけど、でも人間に、もともとはココミちゃんは人間だから、私は神だし、やっぱり本当の本来の状態にするのであれば、ココミちゃんを元に戻して、私はもうココミちゃんのことは思い出せなくなるだろうけど、それも一つの選択肢なのかなって思ってるから、私には選べないな。ココミちゃんの意思を尊重したいんだけど、どう思う？じゃあ人間に戻って病気が治ったらもちろん嬉しいけど、でもそうやって何万年もかけて再生させた世界にもう私の家族とか友達とかはいないから、今ももういないけど、私の友達は今あおめちゃんだけだから、だからあおめちゃんを忘れない方がいい。あおめちゃんに忘れられない方がいい。いいの？うん。もう人間には戻れないんだよ。うん。全然いいよ。私と一緒に、これからも、生きてくれる？もちろん。ありがとう。私が今度起きた時は、美味しいものがいっぱいある世界にしてね。そうだね。たこ焼きとかお菓子とかね。うん。いっぱい美味しいの作るから。私こう見えてお菓子作るの得意だったし。じゃあ。楽しみにしてる。うん。では、眷属にし、眠らせるということでよろしいでしょうか。はい。かしこまりました。では、あなたたちは再び、洞窟に戻ってきます。最初にあなたたちが会ったところでしょう。では、これから、青梅ちゃんは一人でこの世界を生きていかなければなりません。寝る前にロールプレイをどうぞ。じゃあここでお別れだね。うん、頑張ってね。うん。
こみちゃんのことも忘れないようにちょくちょく戻って魔術かけに来るし。待ってるね。では、はい、うん、そう言ってここみちゃんは仮死状態になり眠りにつくことでしょう。すべてを終えた青目、あなたは一人になった。しかしこれからは退屈しない、どころか大忙しだろう。引力で惑星の配列を変えなくてはならない。いくら魔力が高いと言っても一度に動かせるのは微々たるものだ。水星から水も引っ張らなくてはならない。衛星の一つ分の水をすべて集めるのには気が遠くなるほどの時間を要する。惑星配列を戻した次は火炎で太陽の再活性を促す。かつてのエネルギーを発するまでにどれほどの時が流れたか数えるのも億劫だ。すべてを整えたあなたは自身の母乳を海に垂らす。それは水星から引っ張った水にわずかに存在する微生物を活性化させる。ゆっくりだがいずれ形をなし植物になり魚になり動物になり人が生まれるだろう。時に自分が何のために孤独に耐えているのかわからなくなりそうになった時は赤金ここみの体に触れ鋭敏な二人で思い出す。世界にはここみがいる。それだけでいいのだ。あなたはいずれ必ず訪れる最高の日を思い地球に豊穣をもたらし続ける。46億年後、人類の文明は再び息を吹き返した。言葉を覚え、幾何学を操り、様々な国ができた。世界大戦と呼ばれる大きな戦争が二度あったが、どちらも滅亡するほどではなかった。東京では車が走り、スマホを片手に人間が往来している。青目ちゃん、あなたはゴーツウッドの巨木の木陰で寝ているココミの横に座り、何億年もの間考えた言葉でココミに呼びかける。ロールプレイをどうぞ。おはよう、ココミちゃん。ただいま。やっと地球が戻ってきたよ。青目ちゃん、どのぐらい寝てたの私。どのぐらいだろう、46億年くらいかな。すごい寝坊しちゃったみたい。青目ちゃん、青目ちゃんをギュッとしたいです。どうぞ。青目ちゃんをギュッてします。はい。すごい頑張ったね。この世界はすごい楽しそうで、やりたいこともいっぱいあるから、毎日忙しいよ。そうだね。でもまずは、ゆっくり休んで。私が起きたら、たこ焼き作ってね。うん、任せて。神殿にいたタコよりももっと大きいタコ取ってくるから。タコを取るところから始まるんだ。
なんか、まあ、私の今の姿なら、タコぐらい取れるでしょう。すごい力が湧いてきたし。確かに、簡単に取れそう。すっごい大きいタコ焼き作るからね。うん。では、そんな、和やかな話をして、意識を取り戻していた、トミを見て、青目は確信するだろう。今日は最高の日になる。グッドモーニングオールエンド B、 お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、お疲れ様でした。だね、もう顔面ぐしょぐしょ。お疲れ様です。いや、めちゃいい話だったね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。長丁場でしたね。あれあれですか、あれはやりますか。少々お待ちください。では、はい、あなたたちに成功報酬を終わっしょ。はい、やったー。がエンド B なので、はい。フロー氏に関しては、青梅ちゃんに関しては、今回のキャラクター継続不可能になりますね。はい。そして、ココミちゃん、あなたは 2D10 の産地を回復していいです。ああ。2D10。2D10。あれ、私メインの方だよね。うん、おー、すごい。では、9回復してください。私、このキャラ使えるの？他で。はい、しかしですね、はい、最後に銀の人間に戻さって、ステータスがそのままになってしまいます。あ25とかそういうままって。はい。はいはい。それ、どこにも行けなくない？はい、まあ人間じゃないしね、私そもそもね、うん、眷属だからまあ、はい、ずっと一緒にいるし、うん、加えてクトゥルフ神話技能プラス5してください。はーい、クトゥルフ神話技能、これ後で最後にもう一回その変わった数値一応教えてもらっていいですか。はい、了解です。ちょっとすぐ戻るんですけど、ティッシュ取ってきます。あ、はい、はい、成長分がプラス5、はい、言っちゃっていいですか。口頭で大丈夫ですか。あ、いいですか、ありがとうございます、はい、では今あなたがパウが22、あ、嘘、合計22、コンが22です。ということは、増加分が7ってことで OK なんですよね。ここ一時的じゃないですもんね。はい、その他で増やしちゃう、はい、あ、そうだとかあったっけ。そうだかない、増加分とかがあったような気がする。増加と一時で、そうですね、増加分で増やしちゃう。はい、はい、で今パウが25です。なのでということは9プラスでね、戻りました。今、はい、おかえりなさい。おかえりなさい。イントが9です。あ、嘘。イントが4です。4! なので、これは普通に減らしてください。あ、そっか、これマイナスはできないんですね。はい、OK、そうなんです。イントが4。はい、APP が9です。あー、APP が9。はい。ちょっと私、興味ポイントが減っちゃったから、これ。あ。はい、加えてですね、あなたは、後遺症シュブニグラスの寵愛を獲得します。後遺症は、そうですね、その他とかに書いといてくれればいいと思う。その他、メモのところとかですね。あ、はい、特にそういう項目はないので、 OK です。後遺症シュブニグラスは、はいって書いといて、もう一生、シュブニグラスの、シュブニグラス、グラスですね。シュブ
だの寵愛。はい、はい、効果をご説明します。はい、シュブニグラスとその化身眷属すべてに敵視されることがありません。おお。また探索者あなたが望めば協力してくれる場合もあるかもしれません。はい、こちらのココミちゃんはですね、継続可能キャラではあるんですが、蒸気を念頭に入れた上で他の宅に持っていきたい場合は迷惑がかからないようにプレイしてください。確かに。化け物だからな。こういうキャラクターやりたいんですけど連れてってもいいですかって言って、いいですよって言われた場合だけ使ってください。うんうん、これ私生き返る能力はつくんですか？どうなるんですか？HP ゼロの時の。ね、そうですね、まあ、生き返る能力はありますが産地がゴリゴリ減っていくでしょう。あ、そっか、死に慣れてないからね。はい、まあうん、他ではあんまり持ってかない方がいいと思うよ、うんうん、というそうだろうね。まあ私 AP、 私リント読んだもんな。はい、うん、まあ、一応あなたは普通の顔に戻しておきましょう。はい。わあ。いや、でもさっきの結構気に入ってた。ね、これかわいい。うん。あとで、あの素材のとこに貼っといてください。ミュートして鼻かんだはいいけど、私多分録画切ってないから、あの鼻かんだ音は乗ってるっていう意味わかんないことになっちゃった多分。いやでも、あの私、あ、なんでこんな濡れてんのここ、ごめんなさいね。いい、なんか水こぼしちゃった。多分エンド A が人間に戻すやつなのかなって思うけど、うん、はい、うん、その通りですですよね、うん、はい。でも私は正直このエンドが、あ、まあ、A の方見てないけど、うん、好きだなって思う、うんうん、いいと思いますよ、それぞれの形ですからね。うん、うん、私は全く後悔はないし、決まっとこ。いやー、いいお話だったなって、うん、よかったです、うん、私自身はこうやっぱりこうね、もともと人間だった人をこう眷属にしてるっていうのをさ、こうやっぱ神の勝手でやっぱやってるわけだからそうだね、そう、ここはこう最後まで自分のわがままを突き通すというよりはやっぱその意思で選んでほしかったから、うんうん、それでこうこっちの道を選んでくれて私は嬉しいなって感じ。まあ他になんかシナリオ内で気になることがあればお答えしますけど大丈夫ですか？致命的失敗をした、あの石石像の人たちが並んでるあそこは、はい、あれは成功してたら何が見えてたとかあります？あ、そうだ、そうだ、いや、あそこはね特にない、うん、ああ、特にない、はい、よかった、いいとこで失敗しとった。あ、石像、あの町、町は、まあ、成功したら村びなんか家を見つけて情報をあげようかなと思う。ああ、家あったんや。あったんだね、見えなかったんだね、私たちには。見えなかったし、あなたたちには見えなかった、うんうん、そう。え、あとはめいめいが生きられたのかなっていうのが、そうだね、やっぱり。そうですね。私はめいめいが。めいめいね。うん。めいめいは残念ながら生きられません。あ、もう確定で？はい、確定です。そっか。もうあの場で？あの場で。あの場で退場です。ああ。そうなんだ。そう、仕組まれています。新しく想像した世界が今のこの現代っていう話なんだよね、きっと。そうです。ってことは、めいめいはいないのか。めいめいのような、あれも旧支配者の一つなので、もう地球上からサニド様が全部追い出してます。あー、そっか。めいめいいい子だったのに。
あーめーめーっていうか、私の言うこと聞いてたのってそういうことだったんだ。はい、そうです。あなたの直属の眷属なんですね。あの、めーめーは。ということは私と一緒なんだ。そうです。兄弟みたいな。はい。あー、そういうことだったのか。あー、めーめー。めーめー。勝手にめーめーって呼んでたけど。だから特にココミちゃんにも敵対することもなく仲良くしてたって感じですね。よかった。え、あの樹液は何だったの？あの樹液は、あの、生命の泉の原液です。舐めたらやばかった。あぶねー。あぶねー。激やばだったんだ、うん。私が舐めたらどうなってたの？はい、あなたが舐めても何にもなりません。あ、そうなんだ。あ、樹液だなーって。あ、甘いなーってなる。あ、でも甘いなーって言ったら、私も私もってなったかもしれないから。そうだね。危なかった、うん。危なかったかも、うん。ってなると、やっぱ、あれだなー、敵対勢力の方を起こしちゃってたら、うん、起こしちゃってたっていうか、その、まあ、その、もし、私に下ろすとして、ね、あ、はいはい、それです、それです。私に入れるとしたら、それに負けたとしたら、はい、負けたらですね、はい、あのまま山頂に連れて行かれて石化されることでしょう。ああ、石化しないか。そうなんだ。石化しないで、うんうん、一方的にやられ続けるおみちゃんたちを見て、あおめちゃんが世界に絶望してしまいます。あーってか絶望しなくてよかったな。本当に 35% って聞いた時もヒヤって終わったと思った。そう、通常はね APP がもっとどんどん下がっていくんだけど、あの、うん、ココミちゃんのイントがめちゃめちゃ低かったから、これ以上下げたらやばいっていう私の判断で、まあ、成功もしてくれたしね。そうだね、イント4は本当に やばいんだよな。イント0になるとマジ何も考えられない植物状態になるから。うん。いや、イント4あるからね。まだ空を見上げて、あ、蝶々って言えるから。よかった。うん、よかった。蝶々がわかるんだねって。いや、イント、あれ？イントが元々の方でしたっけ？元々の方。生まれつきの、あ、そう、地頭。ほう、地頭の方。そうそうそう。じゃあ、地頭は悪いけど、これから、この世界で何年もかけて頑張って勉強していくか。そうだね。うん。あ、そういえば、この、なんだっけ、イザイ？イザイ。イザイは、何？結局、まあ多分、この状態のココミちゃんには負けないじゃん。勝てないじゃん、はい。そうですね。うん。そう。で、イザイをこう、起こしてたとしたら、そのまま連れて行こうとするってことだよね。はい、そうです。なんとかダマクラ化して、うん。ガタノスは、を復活させようと試みることでしょうね。うんうん。その時は、その、いやもう名前を、すぐ、ガタノスは、悪い人じゃないよっていう風に言ってくるってこと？そう。ガタノスは様がっていう風に。うんうんうん。だからここで、冥王星の薬とか使って過去の記憶とかを見てなければ、うん。わからないまま行っちゃう。なるほど。まあ、あなたたちは最初にそよぐかけたから、なんとかなるっていう、うん。いやー、よかったね、そよぐさんの方を。やって。なんか警戒して神殿に入っていかなかったからさ。うん。いや、怖かったんだもん、なんか、石化したなんかタコみたいなやつが、めっちゃ襲ってくるんじゃないかとか。そう、戦った後だったからね、あれ。そうね。尻込みしちゃったわ、あそこ。すごい警戒するじゃん、と思って。うん。でも正直、カタノスアの、攻撃力見て、あ、やば、死ぬやもしれんって本当に思ったもん。身を挺してでも守んなきゃと思ったけど、わ、うん、アオメちゃんがなんとか復活してくれるから、アオメちゃんの
方に行ってなおかつ回避をしてくれって人任せGM 的からするとなんとかココミちゃんを殺せっていう。ああなるほどね。生きろ生きろココミんで。そしてここでちゃんと生き返るっていうところをやりたいんだっていうことで。そうだからちなみにあなたが応急で全回復したのは、うん、応急で回復したからではなく元々のその不老の力によって全回復してました。なるほどね。なるほど。実は。いやもう殺すわけにはいかないと思ってめちゃめちゃ一生懸命回復しようとしてたの。もうあなたがここでシュンって回復するのバレちゃいけないと思って何とかして応急を振らせようとしてました、うん、いやーこれは GM さん大変だわだからねハンドアウトにはできるだけ最初前半戦傷を負ってほしくないんです、うん、なるほどね、うんうん、そうだよね確かにそうでもそう考えるとあんまなんとなく傷は負わずに逃げられた感はそうあって全然気づかなかった、うん、実はみたいなところはある、うん、あこれあれ何回か回してるんですか今回2回目ですねああ1回目の時もなんだっけガタノスア戦で知れた感じ、はいはいはい。1回目の時はですね、なんかガタノスワ君が、うん、ハンドアウト2攻撃しなかったね。永遠に2。永遠に2。そう。なんか出目がね、すごかった。ああ。さすがに1出るだろうとか言ったら2が出ましたね。かわいそうに。かわいそう。じゃあもう、すぐ分かった感じ。そう。もう、一撃目で分かった感じ。なるほど。いや、じゃあ結構激アツな戦いだったってことだよね。そう。なんかね、攻撃がめちゃめちゃ通っていい感じでした。うん。いや、気持ちよかった。うん、最初41で始まり、最後41で締めてるからね。あー、素晴らしいですね。そう。あ気持ちよかったな気持ちよかったね。ちなみにガタノスワ君は HP が結局いくつだったんですか？はい。ガタノスワ君は HP が110ありました。そりゃ長くなるわ。本当だよ。で、走行10と常時回復を持っているので、うんうん、まあ、あんまり、なんかもういいやって思ったら殺そうとは思ってましたけど。まあ、確かにあっさり勝てても面白くないしね。そう、最終決戦だからさ、ね、やっぱりそこは盛り上がらないとね。まあ、あと私のタクだからいろいろ教えちゃいました。実際はね、本当はね、最後の選択も、こういうのだよって教えてもらえないから。うん、そうだよね。知らなかったらどう選択してたんだろうな。だから今までの知識を総動員してどうしましょうかっての。うん。まあ、でも難しいよ、情報量多いから。うん。地球はね、再生させるとは思うんだけど、そうどう再生させるかもね、うん、この火炎とか引力に思いが至らないとわからないから、うん、絶対思い浮かばなかったと思うそうですね結構熟練の傾けのシナリオではありました確かにやり慣れてる人だったら、うん、多分そういう選択肢も出てくると思うし、なんか、特にキーパー側を結構やってる経験もある人だと、これ多分こうするとこうなるんですよねっていうね、ビギンが。うん、リアルクトゥルフ神話技能がどんどん上がっていくから。そう。シブニグラスだとっていう、バレるんだよね、いろいろ。なるほどね。いやー、私シブニグラスだったんだ。いやー、シブニグラス様。あなた。いやいや。あと、調べなかったけど、実は一番最初のも調べることができました。ああ、洞窟どれですか？あ、洞窟？はい。あなたたちが出会った洞窟です。調べなかった。もう出ちゃったから、なかったけど。何があったんですか？ですね、白骨の骸骨と、ビデオカメラと、テープレコーダーを発見しました。ええで、まあ、いろいろ成功すると、うん、テープレコーダーからこんな情報がもしかしたら得られていました。うわ、いや。
イヤブグザブラックゴーツオブザウツウィズザサウザンドヤングス、森の黒ヤギに千人の若者の生贄を。森の黒ヤギ、はい、いやいや、このシュブニグラスを称えるセリフですね。なるほど、この辺詳しい人ならビビっとでしょう、うん、あとそう、ココミちゃん最初全部失敗しちゃったけど、あそこの、あの病気に対する対抗ロールで成功してたら、うん、こんな人たちも目撃してましたね。おい、わお、どなた、誰、あなたはこの人に引きずられてあの洞窟にやってきました。はあ、そしてあそこで実はこの生命の泉のことにより、この角の生えた状態になりました。はあ、あら、はい、まあちょっと見せましょうか、こういう感じ。はこういう人たちがね、いっぱい引きずってあなたを連れてきて、連れてきてこの水を飲ませた。なるほど、意識があればこれが分かったんだ。そう、しかしあなたは完膚なきまでに失敗してたからな、うん、混沌してしまったので何も見ずに気づいたら角が生えちゃってましたって感じで。なるほどね、だから泉の水を見ても自分が飲まされたものだと分かる。はあ、うんうん、じゃあ意識を持ったままその飲まされてってなってたら、その入道を見た時に、はい、あ、自分が飲まされたやつと同じ色してんなっていうのが分かります。 あそうだったんだ。うーん、何も分からずに、あれってでもわーってなってた、人間じゃないよねあれ、はい、あれはもうシュブニグラスの眷属というか神官ですね。あの人たちがシュブニグラスを召喚、招来した人たちです。なるほどね。で、千人の生贄よっていう。はい。なんだけど、ココミちゃん生き残ったんだ。なるほど。それを、ココミちゃんが生き残ったのは、その、うん、青梅ちゃんが気まぐれに自分の血を飲ませて、うん、自分の眷属にしたことにより、ココミちゃんが一種の仮死状態に入って滅びた地球を生きながらえることができたという感じですね、うんうん、で、そう、もうとっくに記憶失ってるから、それで戻ってきて、なんでそんなとこで倒れてんのあんたって感じだった。そうで、うん、ちょっと起きてって言ったから起きた。 あなたの眷属だから。あ、声かけたから起きたんだ。はい、あなたがシュブニグラスであるあなたが声をかけたから、眷属であるココミちゃんが目を覚ましました。あ、なるほど。あそこ声かけてなかったらずっと目覚めなかったんだろう。はい、何をしても目覚めないですね。あら、まあ、でも起こそうという動作をすれば起きるでしょう。うん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 。へえ、他なんか石化したエンディングって絶対バッドエンドだと思うんだけど。そうね、確かに石化して地獄王ってもう書いてあるのに。ね、そうなんだよね。あとね、私自分が回ったやつで熱かったのは、うん、そのね、ハンドアウト2の人がなんか自分の持ち物を渡してくれて、うんうん、それを見て思い出すみたいなね、うん、そう、私もね、それがしたくてね、芸術で髪の毛ね、ヘルメットあるよ、髪の毛で、うん、ヘルメット、ヘルメットとかあるよって言ったのに、ヘルメットか、似合わないな。グローブかな、グローブか。でも私はこれがいいな。そうだね。って思っちゃうな。うん。あ、まあ、ちなみに、エンドシーンになるとですね。うん。うん、あ、石化エンドですか？はい、石化エンド。まあ、地球を直しました。そしたら、ココミちゃんは産地を 1D1000 減少させます。
まあ、成功したらすごいよ。残ってるよ。ちょっと一回振ってみていい？ 1D1000 とか振ることないもん、この先。多分。死んだ。はい、死亡です。うわー。そして考古学者が、これは歴史的発見だ。海底の石像はすべて元は人間だったんですよ。そんな簡単の声とともに、突如血が巡り体温が持った体に違和感を覚える。白衣の男が何かをまくし立てているが何も耳に入らない。あなたは数十億年前に出会った美しい女神を思い出す。いや、シュブニグラス。森の黒ヤギに千人の若者の生贄を。エンド C です。ああ。なるほど。私も振ろう。ああ。ここでね、生き残っちゃったら、もうそれはそれでどうしようかなって思ってた。そうだよね。これ生き残ったらどうするんだろう。これは。一クリとかね。キーパー泣かせ。うん、本当に。でもね、奇跡は起きるから、うん、そう。生き残っちゃう可能性もなくはない。なくはね。うん。千分の1だから。うん。あ、千分の70ぐらい、うん、そうだね。そうね。そんな感じですよね、うんうんうん。なるほど。石化って石化して終わりだけじゃなかったんだ。はい。そうか、一応溶けるんだね。はい。死んでないから。そうだよね。生きたままだから、ずっと。うん。いや、シュブニグラス。いやいや。いや、いやいやとかはめちゃめちゃ聞いたことあるもんな、だって。はい、イヤキャラのイヤはこういうところから来てますね。そういうことか。よく出てきます、このクトゥルフ系だと。うん、まあ、というところでしょうかね。うん、もう、結構時間にもなりましたし、で、お開きにしましょうか。はい。すごい面白かったです、本当に。あ、よかったです。てか、クリチキを使わなかったね、結局。そうだね。じゃあ、これは、ボッシュートンです。あらー。あー、ボッシュートン。てれって。持つだけ持っときたい。もう使わないだろうし。確かに。そうだ、もう使わないね。あー、没収されてしまった。ではですね、自分のキャラクターを右クリックしてしまうってしてもらっていいですか？はい。はーい。ずっと盤面から、はーい、いなくなります。ありがとうございます。では、これにて、グッドモーニングオールを終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はーい。よかったです。